奥さんのこの態度が自然私の気分に影響してきましたしばらくするうちに私の目はもとほど気ろつかなくなりました自分の心が自分の座っているところにちゃんと落ち着いているような気にもなりました要するに奥さんはじめうちの者のが悲願んだ私の目や 疑い深い私の様子に天から取り合わなかったのが私に大きな幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から照り返してくる反射のないためにだんだん静まりました。奥さんは心得のある人でしたからわざと私をそんな風に取り扱ってくれたものとも思われますし、また自分で公言するごとく実際 私を応用だと観察していたのかもしれません。私の骨折き方は頭の中の現象でそれほど外へ出なかったようにも考えられますから、あるいは奥さんの方で誤魔化されていたのかもわかりません。私の心が静まるとともに私はだんだん家族のものと接近してきました。奥さんとも お嬢さんとも冗談を言うようになりました。茶を入れたからと言って、向こうの部屋へ呼ばれる日もありました。また、私の方で歌詞を買ってきて、二人をこっちへ招いたりする番もありました。私は、急に交際の区域が増えたように感じました。それがために、大切な勉強の時間を潰されることも、何度となくありました。 不思議にも、その妨害が私には一向邪魔にならなかったのです。奥さんは元より暇人でした。お嬢さんは学校へ行く上に、花だの、琴だのを習っているんだから、定めて忙しかろうと思うと、それがまた案外なもので、いくらでも時間に余裕を持っているように見えました。それで三人は、顔さえ見ると一緒に集まって、 世間話をしながら遊んだのです私を呼びに来るのは大抵お嬢さんでした。お嬢さんは縁側を直角に曲がって私の部屋の前に立つこともありますし茶の間を抜けて次の部屋の襖すまの影から姿を見せることもありました。お嬢さんはそこへ来てちょっと止まります。それから きっと私の名を呼んで、ご勉強と聞きます。私は大抵難しい書物を机の前に開けて、それを見つめていましたから、旗で見たら、さぞ勉強家のように見えたのでしょう。しかし実際を言うと、それほど熱心に書物を研究してはいなかったのです。ページの上に目はつけていながら、お嬢さんの呼びに来るのを待っているくらいなものでした。 待っていてこないと仕方がないから私の方で立ち上がるのですそうして向こうの部屋の前へ行ってこっちからご勉強ですかと聞くのですお嬢さんの部屋は茶の間と続いた六畳でした奥さんはその茶の間にいることもあるしまたお嬢さんの部屋にいることもありましたつまりこの二つの部屋は 仕切りがあってもないと同じことで、親と二人が行ったり来たりして、どっちつかずに洗浄していたのです。私が外から声をかけると、おはいなさい、と答えるのは、きっと奥さんでした。お嬢さんは、そこにいてもめったに返事をしたことがありませんでした。時たまお嬢さん一人で、用があって私の部屋へ入ったついでに、 そこに座って話し込むような場合も、そのうちに出てきました。そういう時には、私の心が妙に不安に侵されてくるのです。そして、若い女とただ差し向かいで座っているのが不安なのだとばかりは思いませんでした。私は、なんだかそわそわしだすのです。 自分で自分を裏切るような不自然な態度が私を苦しめるのです。しかし、相手の方はかえって平気でした。これがことをさらうのに声さえろくに出せなかったあの女かしらと疑われるぐらい恥ずかしがらないのです。あまり長くなるので茶の間から母に呼ばれても、はい、と返事をするだけで、 容易に腰を上げないことさえありました。それでいて、お嬢さんは決して子供ではなかったのです。私の目にはよくそれが分かっていました。よくわかるように振る舞って見せる痕跡さえ明らかでした。十四 私はお嬢さんの立った後で、ほっと一息するのです。それと同時に物足りないような、またすまないような気持ちになるのです。私は女らしかったのかもしれません。今の青年のあなた方から見たら、なおそう見えるでしょう。しかし、 その頃の私たちは大抵そんなものだったのです。奥さんは滅多に外出したことがありませんでした。たまにうちを留守にするときでも、お嬢さんと私を二人切り残していくようなことはなかったのです。それがまた偶然なのか、行為なのか、私にはわからないのです。 私の口から言うのは変ですが、奥さんの様子をよく観察していると、なんだか自分の娘と私と接近させたがってるらしくも見えるのです。それでいて、ある場合には、私に対して暗に警戒するところもあるようなのですから、初めてこんな場合に出会った私は、時々心持ちを悪くしました。 私は奥さんの態度をどっちかに片付けてもらいたかったのです。頭の働きから言えば、それが明らかな矛盾に違いなかったからです。しかし、おじに欺かれた記憶のまだ新しい私は、もう一歩踏み込んだ疑いを差し挟まずにはいられませんでした。私は奥さんのこの態度のどっちかが本当で、 どっちかが偽りだろうと推定しました。そうして判断に迷いました。ただ判断に迷うばかりでなく、なんでそんな妙なことをするか、その意味が私には飲み込めなかったのです。訳を考え出そうとしても考え出せない私は、罪を女という知事になすりつけて我慢したこともありました。 必教、女だからああなのだ。女というものはどうせ愚なものだ。私の考えは、行き詰まれば、いつでもここへ落ちてきました。それほど女を見くびっていた私が、また、どうしてもお嬢さんを見くびることができなかったのです。私の理屈は、その人の前に、 全く用をなさないほど動きませんでした。私はその人に対してほとんど信仰に近い愛を持っていたのです。私が宗教だけに用いるこの言葉を若い女に応用するのを見て、あなたは変に思うかもしれませんが、私は今でも固く信じているのです。 本当の愛は宗教心とそう違ったものでないということを固く信じているのです。私はお嬢さんの顔を見るたびに自分が美しくなるような心持ちがしました。お嬢さんのことを考えると気高い気分がすぐ自分に乗り移ってくるように思いました。もし愛という不可思議なものに両端があって、 その高い恥には神聖な感じが働いて、低い恥には性欲が動いているとすれば、私の愛は確かにその高い極点を貫いたものです。私はもとより人間として肉を離れることのできない体でした。けれども、お嬢さんを見る私の目や、 お嬢さんを考える私の心は全く肉の匂いを帯びていませんでした。私は母に対して反感を抱くとともに子に対して恋愛の度を増していったのですから、三人の関係は下宿した始めよりはだんだん複雑になってきました。もっともその変化はほとんど内面的で、 外へは現れてこなかったのです。そのうち、私はあるひょっとした機会から、今まで奥さんを誤解していたのではなかろうか、という気になりました。奥さんの私に対する矛盾した態度が、どっちも偽りではないのだろうと、考え直してきたのです。その上、それが互い違いに奥さんの心を支配するのでなくて、 いつでも両方が同時に奥さんの胸に存在しているのだと思うようになったのです。つまり、奥さんができるだけお嬢さんを私に接近させようとしていながら、同時に私に警戒を加えているのは矛盾のようだけれども、その警戒を加えるときに片方の態度を忘れるのでも、翻すのでも何でもなく、やはり依然として二人を接近させたがっていたのだと、 観察したのです。ただ、自分が正当と認める程度以上に、二人が密着するの意味のだと解釈したのです。お嬢さんに対して、肉の方面から近づく念のを刻さなかった私は、その時、いらぬ心配だと思いました。しかし、奥さんを悪く思う気は、 それから亡くなりました。